金子くんはでもさ偉いと思うのは二十歳で今からテレビでおならしてもいいと思ってるってことでしょ、はい、これで、世の中が元気になるならなるわけねえだろ。一応前なこと言ってんじゃねえよ。構いません。で金子ちゃんはどう、おならはよく出るの？まあそうですね、頻繁に出ますし、うん、そのとにかく質と、うんうん、回数も両方兼ね備えているような、うん、周りの友達にもおい金子ちゃん臭いよとか言われる？そうですね、うん、高校の時からちょっと臭くて、うん、で部活で野球はやってたんですけど、そのおならの匂いがするとちょっと、うん、おい金子だろみたいになって、そのケツチェック係が一人いるんですけど、そいつがその僕のケツにゼロ距離で鼻をつけて、こいつですっていうのを高校3年間やってました。典型的な野球部話だな。野球部っぽい話持ってくんな金子。まあ結構出ちゃうという。で本題ですよ、はい、この空気清浄機の、はい、あの赤いランプっていうのは汚れてますよっていうランプだよね。そうですね、そういう、うん、あの高校生の、また高校生の時なんですけど、うん、その家族で、うん、あの自宅で夕食を食べていた時に、はいはいはい、そのじゃあちょっとおならが出そうだなってなって、うんうん、まあ、家族の前とはいえマナーは一応あるんで、うんうん、その近くにあった空気清浄機に直接おならをしたんですね。そしたら、うん、その吸い込む力、吸引力っていうのがもう数段上がってゴーって言い始めて、で赤いランプをパッてついて、その機械は本当に空気を入れ替えないとっていう緊急事態の色ですよ、赤は、はい、出てるわけですから、これはちょっとことだね、やらないと、はい、ということで本当に金子さんのおならがそんなに臭いのか、うん、実際に確かめてみようと思います。赤いランプがつくかどうかね、はい、かうかお願いします。これはだから本当一つのサインですよね、我々が臭いとかね、うん、言うよりは信用できる、まあ、まあ機械が判定するからね。あとおならが出やすくなると言われている炭酸水も用意したので、そんな即効性あんの？あ、磯貝はいつも炭酸飲んで屁こいてんのか。じゃあ飲まないです。あ、飲まないですよ、なんかしないです。そんな顔したら本当炎上しちゃうよ俺。テレビ放送されてもう飲んでんじゃないかな、こちゃん。すいません。いいよ。本当出せる？結構コンディションは整えてきたので、この企画はやっぱおなら出してもらわないと困るよ。いやそうだね、うん、赤くなるの見たいもん。めったなことじゃ赤くなんないじゃん。もうじゃあ、え、出る？いや出ませんけど、ちょっと一回踏ん張ってみていいですか？いいよ踏ん張って。今なんか炭酸出なかった大丈夫ね。ちょっとゲップは違うからね。はい、じゃあ構えます、うん、構えた方が出んのか。そうですね、みんな俺のこと。いや、すみません、この目線があるここしか見れないの。そうなんです。他あるだろう見るところ。他あるだろう見るとここしかない。意識はお尻にあるのね。いる、うん、じゃあちょっと踏ん張ってみます。うん、おい小せえなあ。今のじゃ反応しない、ほとんど。ちょっと出たな今。ちょっと出たけど、今のぐらいだったら持っといた方が良かったよ、ね、次大きいのするために。そうですね、そうですね。あ、でもちょっと湿度が 1% 下がった。なるほど、風が送られたからかね。そうですね、うん、ありがとうございます。もう少し時間置いたら出る？全然いろいろピッピッぐらいだったね。ピッぐらいだった、うん、2人もだから。俺もそうだけど。そうですね、せっかくだからやろうよ。あの準備はしといて、お腹の。OKOK。 そう、いや私はいいです。え、磯貝やんないの？やらないです。あ、春日さんよかったら。あ、本当に出んのかな。そのなんか足上げたりするのが出んの？そうですね、ここに足つけるの、お腹に足つけるのがいいっていうのは。でもさ、この企画はさ、ギャンブルだよな。いや本当だよ、出なかったら変じゃん。確かに意味ねえだろお前、こんな出しちゃったら。お前あの前でやれよ。いやいや、やんだったらゲップは。いやいや、今回のテーマじゃないじゃん。へでしょ、ゲップは。 出る、よく出さなかったんだけど、バーって飲んで。僕ゲップ出したことないし。ゲップは出れるのかよ。ゲップの方が出やすいだろすぐ。僕人生でゲップ一回も出したことないです。だから変に回されんじゃないの全部。ゲップの分が。そうです、うん、その空気が多分そうだと思います。違うよ絶対。変の専門なんで。ちょっと一回チャレンジしていいですか？え、いける？ちょっと今来てる感じがしますね。分かりやすいやつ頼むな。変だなっていうさ。任せてください、うん、います。
うんこ出そうになりました。ふざけんなよお前。